どうも今日は、なんと、ザリガニを取りに来ました。最高の場所ですよね。はい、一人じゃありません。こちらの方と来ました。こんにちは、ハイジーです。よろしくお願いします。お願いします。いやワクワクするね。ワクワクしますね、はい、ザリガニがいるような場所は、はい、もうすぐに直感でわかるから、こういうのもいい感じよ。でもこれは浅いからいないわけね、はい、あーそうなんだ。ちょっと油が浮いたりする。油は浮いてますよ。ここはいないわ。ここにはいない。移動しよう。移動する。いそう。移動しよう。はい、いそうといるは違うから、はい、いそうといるは違うから。また移動するんですね。あんま変わんないですね。ちょっとあのこれね、俺には全然変わるのよ。ちょい油かな。何かいますか。いないね。いない。カッパの化石みたいなこと。おかしいでしょ。なんで化石があるんですか。今日ザリガニ求めてすごい何時間もなんかうろうろしてますけども。正直俺も意外だった。ねえ、ちょっとあれ、これカッパだよ。すごい切ない。哀愁たっぷり。何これ、ちっちゃいの横の。何、体育座りするんですね、カッパって。何これ、ザリガニ。なかなか難しいですね。はい、こんなにいないもんすか。まあ、ここはこれが見えただけでも。行きましょう。で、最後のラストチャンスがあるんですよね。はい、佐久間さんの中で。高崎自然の森というところに、はい、まあ、ザリガニが取れるんじゃないかという情報をちょっと得たので。はい、いよいよネット情報ですね。とうとう、頼りましたね。ネットの方に。ちょっと悔しいけど、悔しいんだけど、ね、そのプライドを捨てても、どうしてもこのザリガニをお届けしたい。わかりました。行きましょう。行きましょう。もうこれでいなかったらもう終わりですね。そうです。はい。まもなく目的地です。よし。あ、あと奥も気になるんじゃないかな。なんか。そっか。行こう。ここだけ見せてラスト。はい。もう水目の森公園じゃなくなってるんですけども。どうでしょうか。ダメだね。ダメ。こんなにあちこち回って、一匹も見ることができない。ねえ。ええ。もう霧がなくてどこまでも行っちゃいそう。ザリガニよ。あそこの川の端も行きたくなるし。はい、ああ。なるほどね。いるかもしんない。え、配信やる気ある。いやでも、行った方がいいんじゃないですか、佐久間さん。配信ありがとう。何それ。でもさ、もういいんじゃないですかって嫌がりそうじゃん。はい、嘘だったら。ここまで来たらでも見せてほしいですよ、ザリガニを。だけどこれ深すぎる。もう絶対これですね。絶対ここです。で現在地ここ結構歩く。現在地行きましょう、行きましょう。結構いい散歩コースですね。はい、行きましょう。俺はこういうイメージだったんだけど、はい、なんかあっちなのかな。なんか森の探検コースはこっち。探検じゃないから、じゃないから僕らこっちだ。あれ、なんか最初の戻ってきた駐車場に。こんな小ボケいらないんですよ。なんでこんな時間ない時に一周するんだよ。もう一回地図見ましょう。今多分、はい、こうやったんじゃない。そうですね、今のルートがそこだ。こうだ、こう来ちゃったから、だから背にして道路渡るんだ。一回マジマジ、はい、マジここがラスト、はい、水辺の森。まだ大丈夫、焦らないで。思ったより、地下の黒い、はい、でここまででもね、とりあえずね、ここまでで水辺の森。なるほどな。で、はい、はい、ちょっと待って、まずここで、はい、もうさすがにもうここで網以外絶対突っ込みます。一回は。わかりました。釣れたという情報ありますから、はい、それを信じて救って。なるほど。入ってれば今日はもうそれで十分。そうですね、うん、いい、はい、もうじゃあ吸います、いきなり。はい、黒くて見えないだけで。そう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 、そうやって飛んだ。ハイジ、え、なに、え、待てな、そこで待てな。はい、なになになに、はい、水を置いた。本当に、ちょっと本当に、ちょっと、よし、わー、ザリガニ、ザリガニです。瀬川さん、
佐久間さん、ザリガニちっちゃいけど。いや、ビジュアル系バンドじゃないんだから。すっごい嬉しい。やっと見れた。やっと見れた。すっごい嬉しい。確かに。佐久間さん、もう結構時間経ってやってまして。嬉しくなっちゃって。もう、めっちゃ取れてますから、さっきから。最初の2匹で十分なんですから。もう取んなくていいんですって。もう十分でしょ。はい、ただし今回俺が一番何が嬉しかったかって。はい、やっぱザリガニが取れたことじゃないよね。何ですか？やっぱあのすっげえあっちのもう奥、はい、もうまだ見に行くのっていうのを俺が言った時に、はい、ハイジが行きましょうって言ったのが一番嬉しかった。行った方がいいんじゃないですか、佐久間さん。ハイジありがとう。何それ。いや、すごい嬉しかった。しみじみ何なんですか。ラスト2回ね。まだやるんですね。まだやるんだ。もうそこそこの身も壊れてますからね。そうなんだよ。ああ、もうほら、はい、限界だなこれな。はい、やってんじゃないですか。限界じゃないじゃないですか。